の時が訪れる。すでにいつ起きてもおかしくはないのだろうがな。将軍か。いや、あれは聖帝軍だ。聖帝軍。この乱世を滑る野望を抱く男、聖帝サウザーの軍勢だ。奴は波動を歩むべく自らを聖帝と称し、強力な武力で次々と村を制圧している。そして次に奴が選んだ獲物がエデン。俺は一旦エデンに戻る。皆が心配だ。サウザーには気をつけるがいい。奴は南都政権の中でも最強の使い手と聞く。南都政権最強の男。いずれにせよ、エデンの未来は君にかかっている。頼んだぞ、北斗の男よ。ジャグレエデンが聖帝軍に襲われている。聖帝軍だと？すぐにエデンにも。縄文の修復はまだ間に合ってねえ。今遅く。
もうエデンの中に侵入してやがる。ケン、片付けるぞ。はあ、なことは、もし、な、貴様が、ケン、わか、じゃ、ああ、お前、
残骸剣。3秒後に貴様は死ぬ。敵はやめる。僕と骸骨剣。何も見えねえよ。無駄なあがきはやめる。僕と骸骨剣。こいつらの親玉はどこに行った？あんた聖帝軍じゃないのか？はあ。なんだよ、安心したぜ。聖帝だったらここから来た陥落エリアとか言われてるところに向かったぞ。ただ追うのは少し難しいかもしれないな。行く気か？ああ。だったら炎の中を突っ切ったら、それと、そうだな。
死ぬと大変だ。すべきだな。すべきだな。Yeah!
敵。消毒すべきだな。見逃して。飛行優先。剣士郎さん、聖帝を見ていないか。聖帝、あやつでしたらナイトクラブへ。そうか。お待ちください。どうした。聖帝は誰も近づけないようにと、この先にはさすがの剣士、せめてエスコ。そうだな。ここは通す。聖帝はこの道を開けろ。おいおい、人の話は聞くもんだって。お引き返せっつってんだろうが。こいつてめえら、やっちまえ。通してもらう。北斗、百裂拳。お前はもう死んでいる。優先。
優先。レイ、すまないケン。俺では奴を止められなかった。ケンシロウさん、ケンシロウだと。そうか、昔あった北斗のガキか。でかくなったな、小僧。お前が聖帝サウザーか。貴様を話せ。この聖帝、お前ごときの指図は受けぬ。この町には豊富な水と無尽蔵の電力がある。そして女にも困らない。気に入ったぞ。ところでお前はなぜここに来た。こいつはお前の女か。いや、だがこの町には俺の愛する女がいる。愛ゆえか。くだらぬ理由だ。そんなものにこだわる人間の気が知れぬ。ここに俺の居城を築くとしよう。女、喜ぶがいい。お前の町はこの聖帝サウザーに捧げられるのだ。すべてあなたの思い通りに行くと思ったら大間違いですよ、聖帝殿。ほう、随分と強気だな、女。だがお前に何ができる。あなたを殺すことです。こんなおもちゃで俺を殺せるとでも思ったか。いい加減にしろ。どうした、それで終わりか。お前はもう死んでいる。ほう、飛行陣中局をついた。飛行の中で最も破壊力を持つ必殺の飛行。貴様の命はあと3秒。3秒か、面白い。ならばその3秒数えてやろう。一つ、二つ、3つ。何？
分かったか小僧、この体に北斗神拳は効かぬ。俺の体は生まれついての帝王の体、誰も俺を倒すことはできぬのだ。そんな、ケンシロウさんの剣が効かないなんて。バカな、確かに飛行をついたはず。さあどうする、ケンシロウ。ほう、北斗神拳が効かぬと分かりながらなお俺とやり合う気か。ふん、面白い。なんと乱れるとき北斗現ると聞く。ならばお前と戦うのが俺の宿命。貴様、女、お前に最強の男というものを見せてやろう。なぜ構えぬ。俺の剣、なんと鳳凰剣に構えはない。構えとは防御の型。我が剣にあるのはただ制圧前進のみ。来ぬのならこちらから行くぞ。来るで。お前は下がっている。この俺を倒すことができるかな。体に北斗神拳は効かぬ。サウザ、貴様の体の謎は見切った。ならばもう一度打ってみよう。おお、
心臓の位置も逆、そして飛行の位置も表裏逆、それがお前の謎だ。制するは制する。お前はもう死んでいる。飛行優先。おのれ。